ありがとうございますと今の曲でですね、えっと、本日のプログラムすべてになるんですけれども特にあのアンコールをいただいてないのもおこがましいんですけれども最後に一曲演奏させていただければと思っておりますありがとうございます。 ですね、昨年度行ったとき、先ほども申しました10人ちょっとでやったときもです、ね、あのアンコールはせっかく東西集まったんだから全員でやろうじゃないかというので,です、ねあのー、去年もちょっと小さめの、あのー、ステージだったんですけれども小さめのステージで十何人でやってちょっと難聴者が出るぐらいの感じだったんですけれども今日これぐらいのホールだったら大丈夫かなと思ったんですけれども何せ演奏する方が23人もいるものですから、えー、とトランペットが何本 八。で、えっと、チューバーが四。ユーフォが一。フォルンが四。トロンボーンが。五。五。というですね、あの大編成でですね、お届けいたしますので。あの、まあ。 えとアンコール3分から4分ほどの曲になっておりますのでぜひあの音に負けず皆さんも心からこう白熱していただければあの負けず劣らずの体験ができるんじゃないかなと思っております曲はですねこちらも元は「金管重々奏の曲「三匹の猫」から1曲目「ミスタージャムズ」という曲をですね演奏させていただきたいと思いますなかなかの大迫力のものになりますので。 演奏を聴きい,いただければと思います。で、こちらですね。人数が20人超えてきましたので、あのー、先ほど司会もやっていただきました。吉村類君にはあの奏者ではなく、指揮者の方に回っていただいてですね。あの、アンサンブルなのに、なぜか指揮者がいると、えー、そういうような1曲をですね。是非私のお楽しみいただければなと思っております。それではお聴きくださいませ。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。